はい、バリアフリースタイルの H です。前回は北海道のおすすめ御膳っていう部分でお話しさせていただきましたけど、今度は中国地方のね、まあ、中国ってもあの国の中国じゃありませんよ、山陽山陰というね部分でのおすすめ御膳という部分でお伝えさせていただきたいというふうに思っています。それ実際に今回は、まあ、私が日本一周をしてね、下関の方から広島、岡山、そして神戸の方に向かっていったという部分と、あとは鳥取と島根にね別途行ったんですよ。そこの部分でのご紹介なので、まだまだ行ってないところがたくさん多いんですけれども、この機会にお話しさせていただきたいというふうに思っています。はい、それでは早速ランキングいってみましょう。第5位ですね。第5位は大和ミュージアム。まあ、大和ミュージアムっていうのは広島県の呉市にあるミュージアムですね。かなり行ったらビビると思いますよ。なぜかって言ったら、これ戦艦大和の10分の1のスケールがあるんですね。さらば地球よ、旅立つ船は宇宙戦艦大和。その大和が10分の1のスケールで中にドーンってあるんですね。これはね、やっぱりみんな見応えがあると思うんですよ。見終わった後にプラモデルを作ってみたくなりますね。まあ、子供の時プラモデルってね、戦艦大和が作った思い出がありますけれども、そういったものを通してね、結構やっぱり楽しめるスポットになってます。まあ、それ以外でも、まあ、このクレドねミュージアムっていうのは、まあ、もともとクレっていうのは日本一の海軍工廠って言って、まあ、横須賀であったり佐世保であったりクレであったり、まあ、そういったところに海軍工廠っていうのがあったんですね。軍事品を作るという分で戦艦、戦闘機、そしてその他にも魚雷とかね、特攻兵器、回転とか、そういったものを作ってたんですね。こういったものをいろいろと見ることができるんですね。まあ、それがまあ一つのミュージアムになってるんですね。まあ、ただその目の前にあるのが、別名クジラ館と言われてるものがあって、そのクジラ館の方が、なんか、僕はそこ立ち寄ることができなかったんですが、海上自衛隊の鉄のクジラ館と言われている歴史資料館、呉の資料館っていうのがあるんですね。そこにはどでかい潜水艦があるんですよ。これね、2250トンの潜水艦があるんで、僕は、ね、そこがちょっと行けなかったっていうのが非常に残念なところです。あとはね、海軍カレーっていうのがその併設されたところのレストランにあったんですね。これは横須賀の海軍カレーっていうのが有名ですけど、この呉のね海軍カレーっていうのこれも美味しかったですよ。まあ、ぜひねこの大和ミュージアムに行って戦艦大和を見ていただいたりとかして、それでさらに、お土産をなんか買って、さらに海軍カレーを食べる、これは結構僕ねおすすめなコースだというふうに思います。広島からも1時間以内ぐらいで行きますので、ぜひ広島にお立ち寄りの時は呉の大和ミュージアムも行っていただくといいんではないかというふうに思いました。次は第4位ですね。これは松江フォーゲルパークです。松江フォーゲルパークっていうのは、まあ、花鳥園ですね。皆さんも行ったことがあるかもしれませんが、ちょうど東日本には掛川花鳥園とか、富士花鳥園とかあるんですね。僕花鳥園がすごく好きなんですよ。皆さんはどうですかね。意外と鳥とか花とかがすごいんですよ。これね、もう本当に綺麗っていうね感じがします。90種類の鳥がいると言われているこの松江フォーゲルパークなんですけど、これは西日本にあるんですよ。それでちょうど一畑電車っていうのが松江から出雲まで電車が走って、ちょうど宍道湖の湖畔を走っていくんですね。そこにちょうど松江フォーゲルパーク駅というのがあるんです。これ無人駅ですけれども、以前確か NHK かなんかの番組にあった時に、車椅子一人の方が一畑電車に乗って松江フォーゲルパーク駅まで行って、無人駅の時に運転手さんに降ろしていただいた、見たことがあるので多分間違いなく大丈夫だと思います。で、松江フォーゲルパーク駅のすぐ目の前のところにちょうど松江フォーゲルパークがある。まあ、僕はレンタカー借りてきましたけれども、障害者用駐車スペースもありますし、中に入ったらもうフクロウとかね、ミミズクとかタカとか、いろいろいるんですね。もうこれは素敵です。それでしかも花が非常に広がってるんですね。これはもう最高ですね。しかもあのショーをやってるんですね。ショーをやっていて、ケープペンギンのショーとかね、手乗りでフクロウを乗せることができますし、バードショーとかね、いろいろとやってるので、もうほんとね、テーマパークとしては僕ねすごく面白いですね。それであとお蕎麦も美味しかったんですね。出雲そばって結構有名なんですよ。不満やん、これね、ちょっと一瞬まずいやんって呼んじゃってしまったんですけど、まずいやん、不満やんですね。マイネの味ではないんですね。不満やんというところがあって、これがねまた美味しいお蕎麦を出してくれるんですね。
それで中の園内のところはどうしても坂みたいのがあって、それね、僕ら車椅子の人だとちょうどワゴン車があって、そのワゴン車にそのまま乗って送迎してくれるんですね。このサービスもすごく僕ね面白かったですね。福祉タクシーみたいな感じになってますから使いやすかったんですね。無料で送迎してくれますので非常に便利で温かみのある場所でした。それが第4位です。第3位ですね、出雲大社ですね。まあこれ出雲大社というか本当はね出雲大社というんですね。まあ僕のね茨城にもその出雲大社のね笠間っていうところにあるんですね。笠間僕行ったことがないんですけど、そこにも出雲大社の分社みたいなものがあるんですよ。でもちょっとまだ僕は行ったことがないんですが、まあ、この出雲大社、まあ、大社と今回呼ばさせていただきますけれども、出雲大社はもう縁結びのね神様っていうね、僕みたいに結婚してない人にとってはねぜひ行っておきたかったなっていうところなんですね。出雲大社、駐車場がねどこにあるかっていうのはちょっと気にはなりましたけども、ちょうど神社の近くのところにありました。それでまあそこのとこから行くんですが、まあそうするとちょっとね参道を通っていけないってところがあるんですよね。まあその参道を通っていくとしたらもうちょっと手前にどっか止めることになると思うんですけども、神社だけを利用するということであれば非常にそこに止めやすい駐車スペースがありました。まあ大型バスとかもいろいろ止まってるところなんですけどね。それでそこのところからバリアフリーで進んでいくんですけど、僕ちょっとねちょっと一箇所ね怪我をして転んでしまったところことがあって、大変だったんですけど、その時に80代ぐらいのおばあちゃんとかおじいちゃんとか4人で僕のこの重い体を持ち上げて、スッと持ち上げてくれたっていうね、これはね僕ねびっくりしたぐらいなことがありました。まあでも罰が当たったのかなというふうに正直思いましたけれども、それ以外も本当にこの出雲大社中はね本当に舗装されてますから、車椅子でもちょうど拝むことができますし、大きい日本最大の拝殿にある大しめ縄ですね、これ 5.2 トンもあるんですよ。13メートルあるしめ縄をね目の前で見た時にうわーすごいなーっていうふうにこれ思いますから、ぜひね出雲大社行っていただきたいなというふうに思います。はい、次は県外ですね。県外として私は今回入れたのは広島の平和記念資料館ですね。原爆ドームがある場所なんですね。その一帯のところが、まあ、広島の平和記念資料館っていう形になっています。ここは僕ら障害者用駐車スペースがあるのかなっていうのがちょっと不安だったんですけど、行ってみたらねちょうど資料館のすぐそばのところにちゃんとしたスペースがありましたんで、これは非常に便利でした。実際もちろん中はバリアフリーになっていて、当時1945年の8月6日に起きた広島に投下された原爆の時の被爆者の方々のこととか、まあ、いろんなことを見ることができるところなんですね。まあ、原爆とか、まあ、戦争のことを知ることができるという。それびっくりしたのが、日本人よりもかなり外国の方がものすごく多かったっていうのが僕の印象でした。ちょうど日本一周の旅行の時に、広島でやっぱり戦争のことをやっぱり知りたいなと思って、立ち寄ったのはこの広島の平和記念資料館なんですね。僕長崎の原爆の資料館も見たことがあって、両方ねセットで見ておくのが一番いいかなと思います。いろんなことが勉強できると思います。日本人としてぜひ平和っていう部分をね考えるいいきっかけになると思いますので、ぜひお立ち寄りいただくとよろしいかなというふうに思いました。原爆ドームは遠くから見るだけになったんですが、原爆ドームも平和記念資料館の2階から、ちょうど見ることができましたんで、今度できれば近くまで立ち寄ってみたいなというふうに、次回ぜひ行ってみたいなというふうに思っています。はい、それでは第2位ですね。第2位は厳島神社です。これ厳島神社っていうのは宮島ですね。ここはね本当に車椅子で行けるかどうかわからないと思って、でも行ってみたんですよ。結構調べないで行ったっていうね状況だったんですが、ちょうど広島県の廿日市市という、ね、まあ、広島市ではないんですよこれね。ちょうど広島からだいたい車で、まあ、1時間はかかんないと思うんですけども、まあ、30分からちょっとかかると思うんですよね。そこにあるちょうど宮島口というのね、まあ、これ鉄道で行けば、まあ、ちょうど広電とかねJR があるんですが、駅はあるんですよ。まあ、車で僕は行ったんですけど、車はちょうど宮島口のすぐそばのところに、まあ、駐車場がね、障害者用駐車スペースがあったんで、そこに止めたんですが、そこに止めてから宮島口からちょうどフェリーに乗らなければいけない。これがね、ポイントなんですよ。2社あるんですね。これ2社あって、それ2社あるのはちょうど JR の宮島フェリー、そしてあとは、
宮島松台汽船というね、これ2社あるんですけど、この2社のどちらのフェリーに乗るのかっていうのね、これ悩んだりするんですね。で実際に行きは、まあ、JR で、帰りは松台でっていう感じでしたんですね。それはね、片方は、ちょうど鳥居ね、有名な鳥居の近くを通るということを言ってましたんで、行きと帰りで別々だったらまた違うだろうな。これね、雰囲気が違うんですね。JR は、まあ、バリアフリーっていうか、まあ、トイレもついてます。でも10分間ぐらいなんで、トイレは、まあ、そこじゃなくてもいいだろうなっていう感じはします。それで、松台の方も、さすがに車椅子で乗れますから、トイレはないんですけども、乗れる客船になってたので、これは結構面白いかなと。しかも、外の風を味わえるという意味では、結構僕は松台がおすすめかもしれないですね。JR の方は乗り心地は最高って感じ。宮島に着いてから、じゃあすぐそばに宮島の厳島神社があるのかったら、それないんですよ。そこまでちょっとだいたい15分ぐらい車椅子で、まあ、参道みたいなとこ通っていかなければいけないんですね。僕は電動アシストを使っていったんですが、そこを楽しめたりするというところも大きなポイントになってきます。まあずっと舗装があるんですが、最後のところだけはちょっと砂みたいになって、そこは鹿とかいるんですけどね、そこは大した区間ではないですが、雨が抜かった時はちょっときついかなっていうところだと思います。厳島神社はバリアフリーになってます。トイレもありますし、もう景色は壮大な景色で見えますからね、ぜひ行ってみていただければというふうに思います。穴子飯も食べられます。結構楽しめると思いますので、厳島神社ぜひ行ってみてください。車椅子で OK です。はい、それでは第1位ですね。これは角島大橋です。ご存知ですか、角島大橋って。日本で一番綺麗な橋と言われてる橋なんですよ。どこにあるかって言ったら、山口県の下関市にあるんですね。へぇ、下関にそんなありますか。関門海峡とかではないんですよ、これね。まあ、関門大橋、これ高速道路なんですけど、ここもすごい綺麗ですよ。まあでもね、関門大橋ではないんですね。まあ角島大橋って言って、ちょうど下関から約だいたい1時間ぐらい車でちょっと走るので、電車ではね、ちょっと行きにくいところだと思いますよ。ちょうど僕はレンタカー借りて、まあ九州から来たので、北九州の門司とかを楽しんで、それであと下関も楽しむって言った時に、角島大橋まで行ったんですね。ちょうど1時間ぐらいかかると思います。1時間ぐらいかけて見た時には、海の上に橋がかかってるこの姿が、これね、沖縄の海よりも綺麗なんじゃないかなっていう、エメラルドみたいな感じの海に見えるんですよ。それで向こうの角島にまで広がっている橋の様子が、これね、やっぱり日本で1位と言われるだけあって、さすがに綺麗です。僕もね、昔この角島大橋っていうのが、雑誌で1位って書いた時に、どこにあるのかなと、いうふうに思ったんですよ。山口県にあるってことをね、僕ね初めてその時知ったんです。角島大橋を見る前にちょうど休憩スポットがありますから、トイレとかもあるんでね、そこでちょっと休みながら角島大橋を見る。まあ一番いいのは角島大橋の手前のちょっと丘みたいなところから見るのがいいんですが、ここね、やっぱ車椅子の人だとちょっと難しいかなというふうに思いますけれども、大体そこからが写真、ちょっと丘のとこから写真を撮っている人が非常に多いです。それ角島大橋を渡って、行くと、まあ、角島の中にある灯台があったりとかしますけど、灯台はちょっと登ることができませんけどね。道の駅みたいな食べたりするところとかがいろいろとあるんですよ。お土産買ったりね、そういうところでちょっとのんびりしてみるのも面白いかと思います。この角島大橋は見たら感動すること間違いないと思います。これはぜひね、山口旅行に行った時行っていただきたいなというふうに思います。北九州小倉とか門司に行ってればそんなに遠くないので、ちょうど それとセットにするのがいいかもしれないですね。むしろ広島とか山口をセットにするよりも、福岡とセットで山口に行かれる方が行きやすいんではないかというふうに思います。それで今回、まあ、山陰山陽のね、5県の中のランキングということで、おすすめ5選、まあ、岡山と鳥取がね、僕ちょっと入れられなかったのが非常に申し訳ない。まあ、そこに住んでいる方にとっては申し訳ないんですが、まあ、いいとこたくさんあると思います。そしてね、フグもね、これ下関だと福というんですけども、福ももっと食べておきたいなっていうふうに思っています。ふぐ刺し最高ですよね。ぜひ行ってみてください。今回はおすすめ5選、中国地方のおすすめ5選をお伝えさせていただきました。このチャンネルがよろしければチャンネル登録と高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。